私が学生時代頑張ったことがアルバイト先の労働環境の改善をしたことです。おおすごい、すごい笑顔になるとちゃんと、あすごいその有能な感じが出せた時点でもう内定したようなものだと思ってます。どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのことこです。2号卒就活生のあかりです。今回は面接の最強アプリを紹介していきたいと思います。いつでもどこでも一人でも面接対策をできる最強のアプリがあるので実際に使っていただきたいと思います。使う前と後でどんな印象の違いがあるかというところを面接官の方にフィードバックをいただきたいと思います。これから就活時期的に本格化していくと思うんですけれども、面接とかやってみてなんか不安に感じることとかちょっと自分で苦手だなって感じる部分とかってあります？練習はうまくいってても本番になるとちょっと焦ったりして頭が真っ白になって早口になっちゃったりとか、あとは表情が結構固まってたりするのかなって思うと面接官の方にちょっとどういう印象を与えているのかが不安だなって思います。じゃあ、実際にあかりさんの模擬面接やってみましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。はじめまして、今日面接官を担当させていただきます、トヤーナと申します。最初に私の自己紹介だけちょっと入れさせていただきます。私はですね、2012年に大学を卒業しまして、その後ですね、P&G という会社でマーケティングを担当して、その後何社か経験してから今は経営者をやっています。では、早速なんですけれども模擬面接を始めていきます。最初にですね、学生時代に頑張られたことを教えてください。私が学生時代頑張ったことがアルバイトのそのシフトが前日までわからないっていうことがすごく続いていて、新しいシフトアプリの導入の提案をしました。結果としましては規定通り2週間に1度シフトが公表されるようになりました。ありがとうございます。続けて、自己 PR をぜひ一つお願いいたします。私の自己 PR としましては、強みは長期的にコツコツ努力が続けられることだと考えています。私のモットーが昨日の自分に負けないというところがありまして、大学受験も一人でコツコツと勉強を1年以上積み重ねていって、現在の大学に公募推薦で合格することができました。ありがとうございます。ありがとうございました。では、今回の模擬面接を経て今自己評価をつけるとしたら100点中何点でした？すごく今緊張してしまっていて、最初に言った通りちょっと目線とか表情とかがうまくできなかったなと思うので、50点60点もいかないじゃないかなというふうに思っています。表情の硬さであったりとか笑顔がないなとか、そういう振り返りがあったと思うんですけれども、そういった方にですね、実は特化した面接対策アプリが最近生まれたらしくって、勝ち面っていう名前なんですけれども、 AI で、自分の表情とか喋り方っていうのを測定してくれて、喋り方をどうやって直せばいいか案内してくれるようなすごいアプリなんです。普段模擬面接って皆さん内容の方を気にされるじゃないですか。ガクチカこういうこと言った方がいいよとか、自己 PR もっとこういう方がライバル少ないんじゃないとか。でも実はその面接って話し方がものすごく重要で、で話し方が悪いだけですごくいいエピソードに落ちる人ってものすごくいっぱいいるんですね。とはいえ学生にとって今までハキハキ話す練習ってしたことがない人の方が多いので、なかなか練習が積めないなっていうところで、このアプリだと好きな時間に好きな場所で練習ができるというわけで、ぜひ今日ちょっとこれを一回試してみてはどうかなと思ってるんです、はい、というわけで一回ですね、ちょっと自学自習の時間を置いて勝ち面で自分のその喋り方っていうのを測定してもらいましょう。模擬面接お疲れ様でした。ありがとうございました。今回ちょっと勝ち面さんのサービス実際に使っていただこうと思います、はい、じゃあ模擬面接練習からやっていきます、はい、模擬面接練習を始める。自己紹介台本を使って練習していきます、はい、はじめまして、人事部の長野と申します。早速ですが1分程度で自己紹介をお願いします。はい、横浜国立大学経営学部3年の斉藤あかりと申します。御社には夏休みにインターンでお世話になり、大変興味を持ち応募させていただきました。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。でこれで結果を見ると、ここで
自分の、はい、横浜国立大学経営学部3年の斉藤あかりと申します。この表情分析で表情点 E をもらいました。よかった。笑顔95点。あ、よかったです。細かくこんな評価してくれるんですね。これで分析結果は保存できるんですね。トレーニングメニュー、じゃあ表情リー練習やってみます。おお、すごい。すごい。笑顔になるとちゃんと、あ、すごい。こうやって自分がどういう表情が今できてるかを練習していくんですね。キープ練習から、はい。あ、高評価キープ。お、できました。すごい。真剣な顔すごく難しいです。ヒントを見てみると、眉を下げる、目を見開く。できました。なるほど。じゃ次音声練習やってみます、はい、練習したいコンテンツ、自己紹介、お手本音声。じゃ女性で、うん、CAC 大学経済学部4年の山田花子と申します。お手本にしていきますね。横浜国立大学経営学部3年の斉藤あかりと申します。高校生の時に全国大会に出場した経験から、大学でもテニスサークルに入っており、副キャプテンとして後輩指導にも力を入れております。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。で、これで終了ボタン。結果を見る。結果が、あ、もう少し頑張ろうでしたね。悔しい。こんなに評価項目あるんですね。ピッチすごく気になっていたのでよかったです。インターバルは発音の前、なるほどなるほど。ちょっと短いのか、もうちょっと明るくと少し間を空けて喋るようにする。なるほどなるほど。ちょっと今度から意識したいと思います、過去に撮った先行動画の分析もできるらしいのでできたいと思います。分析動画ファイル、分析採点がどちらかというと好印象。これを見てさっきのトレーニングモードで表情練習をするっていう感じですね。音声評価は、あ、やっぱりエネルギーとインターバルがまだちょっと低いですね。うん、なるほどなるほど。どうでしたか、実際使ってみて。あの、想像以上に細かく分析されていてびっくりしました。自分がどんな表情してるのかもちろん皆さん分かんないじゃないですか。それが見ながら、かつこれはちゃんと笑顔になってますよとか、これが真剣さが伝わってますよっていうのが分かったのが一番本当に、あ、こういう顔して自分喋ってたんだっていうのが良くも悪くも分かったなっていうふうに思ってます。たくさん練習もしていただいたと思うので、はい、もう一回再チャレンジやっていきましょう。はい、はい、分かりました。頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ではですね、どんな感じのスコアになったか見ても大丈夫ですか。はい、はい、実は結構練習しまして、履歴が残るんですけど、はい、このぐらい練習しまして、ベストが98点を出せたので、98点、はい、この点数を今発揮できるよう頑張りたいと思います。ありがとうございます。では先ほどと全く同じ質問をさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。では改めまして、学生時代に頑張ったことを教えてください。私が学生時代に頑張ったことは、アルバイト先の労働環境の改善です。非常にシフトの管理、公表について遅れてしまっているというような現状がありました。どのように課題を解決できるかっていうところで、新しいシフト管理アプリの導入というところを提案させていただきました。結果としましては、規定通り半月に一度シフトが公表されるようになりました。ありがとうございます。それでは続けて自己 PR をお願いします。はい、私の自己 PR 強みとしましては、長期的に努力をコツコツできることだと考えています。私のモットーは、昨日の自分に負けないというところにあります。昨日の自分より成長していたいという思いが強くて、大学受験の1年以上前から勉強をコツコツと積み重ねていた結果、塾に行かず自分の志望する大学に公募推薦で合格することができました。ありがとうございます。はい、ではこちらで模擬面接を終了させていただきます。はい、ありがとうございました。はい、前回も、採点をお願いしました。今回は何点でしょう。前回よりは格段に上がっていて、自分としては
90点ぐらいいけたんじゃないかなと思ってます。私もそう思います。何が素晴らしかったかというと、まずですね、話す速度が格段に落ちましたね。就活に慣れていない方であればあるほど早口で喋ってしまうものなんです。というのも、人って若ければ若いほど早口で話しても聞き取る能力があるんですね。なるほど。ところがですね、残念ながら、だんだん加齢とともにですね私たちは早口で物を聞き取れなくなっていくので、年次が上の方になればなるほど早口の音声を聞き取れなくなっていってしまうんです。そうすると、いかに素晴らしいことを喋ってくれていても聞き取りができないということは無駄になってしまうという残念なことがありますが、誰でも聞き取れる、もうアナウンサーみたいな理想的な音声だったと思います、はい、そしてですね、笑顔ですね。笑顔も本当に増えまして、で笑顔が増えると単に印象がいいっていうだけではなくって、この人はこういうオフィシャルな場、フォーマルな場で話していただいても余裕を持てる人なんだと、社会人として余裕がある人なんだと思わせることができるので、有能な感じがするんです。その有能な感じが出せた時点でもう内定したようなものだと思ってます。余裕がありそうに見える、有能そうに見えるということは優秀さの実際一部であると見なされてるんですね。8面使ってどうでした？本当にいろんな指標から自分のことが分かったりしたんですけど、何よりその悪いとこもそうなんですけど、いいところも結構点数として出てきたので、すごく自信がついたっていうか、悪いとこばっかりじゃなくて、あ、自分こういったところもっと伸ばせるし強みだなってことがすごく分かったので、技能としてももちろんですけど、マインド面ですごく支えとなってくれたなっていうふうに思っています。ありがとうございます。私が勝ち面さんも実際使ってみて思ったのは、まず一番最初に自己 PR 話せって言われても、就活始めたての人って自己 PR がないじゃないですかその段階でもテンプレートの文章があるから練習だけはもうスタートできるっていうのと、そのテンプレートの文章を編集できるので、自分がいざ本当の文章で練習することも可能であるっていうことと、あと最近ついた機能で音声分析ができるようになったんですよね。前は表情だけだったらしいんですけれども、音声の分析ができるようになったことで、本当に抑揚ってあるんだろうかとか、本当は早すぎるんじゃないかとかっていった分析もできるようになったのが非常に良かったなと思ってます。さらにですね、コラムがあって、そのコラムがいわゆる普通の就活コラムではなくって、就活の塾を経営されている方と表情分析官という国際資格を取っていらっしゃる方が監修をしていらっしゃるので、余裕がありそうに見える話し方であったりとか、素晴らしいプレゼンの仕方、振る舞いの作法っていうものを徹底的に教えてくれるプログラムが揃ってるみたいです。なのでぜひコラムも読み込んで、さらに自分の喋り方をブラッシュアップすると、結局入社がゴールではなくて、入社した後に自分のプレゼンがあったりとか、自分が上司に伝えられる方法で言いたい意見を言うっていう場面が出てくるので、そこでもスタートダッシュを切れると思います。就職活動を進めていて、面接対策を何をやればいいかわからないですとか、緊張して面接に対して自信が持てないという方、一人で悩んでいる方もたくさんいるかなと思うんですけれども、ぜひこの機会に勝ち目さんのアプリを使ってみてください。今回紹介した勝ち目さんのサービスの詳細に関しては概要欄に載ってありますので、ぜひチェックしてみてください。それではじゃあな。ここで新ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人間ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。概要欄からチェックしてみてね。